メンテナンスや新規導入など投資を行うにあたって、試験設備の稼働状況を正確に把握する必要がありました。また、試験室に行かないと試験設備の状態が分からず、試験を行っていても異常で停止しており、そのまま放置されるということがありました。一番は簡単に導入ができるということです。IoT の導入には、ハード、ソフト、工事の3つが必要となります。ハードウェアはすでに設備に搭載されている信号塔に後付けで送信機を取り付けることで無線通信で稼働状況を吸い上げることができるエアグリッドを選定しました。接点出力という設備共通の信号を信号塔に取り込むだけで設備メーカーに関係なくデータを収集できました。ソフトウェアは私は機構設計ですのでプログラミングの知識はないのですが、エアグリッドパートナーのパッケージソフトを活用することで安く、早く、簡単、楽々に実現できました。工事においては無線通信のため各設備からの有線工事が不要だったというところもメリットだと考えます。信号灯の赤色で異常停止、黄色で電源オン、緑色で稼働中と定義して、モニターで一つの画面上に表示させて設備の稼働状況を把握しています。また、ガントチャートと呼ばれる時系列のデータを活用することで、試験設備全体の稼働率を把握しています。稼働率を正確に数値化することで、試験設備の適正台数が分かり、設備の新規導入や修理、メンテナンスなどの投資判断の指標として活用しております。また、モニター上に設備の稼働状況を表示することで、試験室に行かなくても、試験の終了や設備の異常停止を把握することができるようになりました。試験設備の稼働率は把握できましたが、次は業務改善に役立てたいと考えております。そのためには実際の試験時間だけではなく、試験のセッティングや後片付けまでを含めた開始から終了までの工程ごとにデータ収集が必要と考えております。